東洋食品工業短期大学は、兵庫県川西市南花屋敷4-23-2に、本部を置く日本の私立大学である。1961年に設置された、大学の略称は、東食短大。学科専攻科別科取得資格について、関係機関大学関係者公式 HP より、引用 AB 出典、全国学校総覧昭和37年度版27ページより、 昭和54年度版51ページより、設置する学校、学部、学科、入学定員、学生数より、2020年7月25日閲覧、東洋食品工業短期大学放送食品、容器詰めのプロを育てます。東洋食品工業短期大学放送食品、容器詰めのプロを育てます。2021年2月16日閲覧、 ABCDE 東洋食品工業短期大学放送食品容器詰めのプロを育てます。千二十一年二月十六日閲覧東洋食品工業短期大学放送食品容器詰めのプロを育てます。東洋食品工業短期大学放送食品容器詰めのプロを育てます。 2021年2月16日閲覧。受験料2000円5000円。入学金3000円5万円。年間授業料8100円27万円。他、教育充実費年間15万円。実験、実習費年間8万円が必要となっている。ありがとうございます。